暴露配信とか俺も超嫌い。クソ寒い。俺マジでもうあれがなんで受けてるのか本当に理解できない。なんであれが受けてるのかマジでわかんない。なんかそのあいつとあいつが付き合ってんぞとか、あれ意味なくない？自分がやられたらみんなキレるじゃん。言われたくなくない？すごい好きじゃないわ。しかもそういうの大抵女がするじゃん。大抵女じゃない？あいつとやりましたみたいな。すごい好きじゃないわ。で、俺の視聴者ってそういうの好きじゃないから本当に居心地がいい。それはそれだけはマジで本当に自信持って言えるわ。ベッキーが炎上した時に別にベッキーの話題とか一切なんないじゃん。内芝がレイプした時ぐらいじゃん。あいつ悪くねえよなみたいなこと言ってたの。うん、それがいいわ。うん、やだよ。はじめ社長がさんまたした時なんか一生懸命みんなで叩くみたいな、あれクソ寒いわ。どうした、人気者叩きたくない？普通に今のはじめ社長だったら叩いていいと思うけど、あいつよアデノイドみたいな顔しやがってよみたいな、こっちがちゃんとした悪者じゃん。不倫関係なくてはじめ嫌い、いやそれだったら理解できるわ。それすげえ理解できるわ。ヒカルが炎上した時にヒカル叩くみたいな。芸能界の不倫とか本当死ぬほどでもいいわな。さんまさんの時がこう、むしろ擁護の人だった。俺擁護してたよ。よくね、別に。俺がはじめ社長だったら28またするんだけど。アナルセックスするわ。おい、俺よ、YouTube でよ、チャンネル登録者数500万人いっからよ、コンドームしたくねえからてめえケツ出せよ、つって。あれしろよ、腸内洗浄してから俺に会いに来いよ、バカがよ、つって。言うね、俺だったら。今は人気ねえから言わねえけど。なんで俺が、おい、俺みたいなよ、エリート YouTuber がよ、てめえごときにコンドームしなきゃいけねえんだよ、つって。3日前から脱色して腸内洗浄して、ノンスキンでやらさろ、つって。言うわ。俺だったら。一軸館長てめえ持参しとけよ、つって。人参でも突っ込んで拡張しとけ、つって。めんどくせえから、前月のめんどくせえから。までは言うな。俺がはじめ社長だったら。あいつ良心的だなと思ったわ。クソまみれになろうや、そんでみんなで。クソまみれになろうや。お前のその人気だったらコンドームしない理論なんだ。人気だったら、え？人気になったらコンドームしなくていいでしょ。俺人気ないからちゃんとコンドームしてるけど、なんで俺がコンドームしなきゃいけないの？人気者になったら。意味わかんない。てめえがピル飲めよって感じなんだけどな。は？調子乗んだよ、お前。マジで。なんで人気になってコンドームしなきゃいけないんだ。てめえピル飲めバカだれ、つって。毎回アフターピル飲んでゲーゲー言っとけやって言って。それごめんな、俺。月経周期崩してまで俺に会いに来いや、つって。ゲーゲー言っとけ、つって。言うね。俺は。言います。人気者になったら、チャンネル登録者数500万人いったら、生涯ノンスキンで生きていくわ。俺、包茎だから大丈夫だよ、つって。天然のコンドームだよ、つって。言います。そんなことしたらぜひこんな罠にハマるぞ。だからピル飲んでもらっつってんだろうな。